おはようございます。9月12日の木曜日溝口駅長朝ライブです、えー。木曜日は週末のお出かけ情報としまして今週末こんなイベントがありますよっていう情報あればぜひ教えてくださいあるいは皆さん今週末どこ行くとかねこんなことしようと思ってますというそんなお話も大歓迎ですぜひコメントつけてください えーと、今朝はちょっと涼しいところじゃないですけど、えー、まあそこまでムシムシしてないかな。まあでも昼間はまた暑くなりそうです。えーと、昨日も暑かったですね。なんか空見上げたらなんか、えなんかとても9月の空に見えないと言いますか。完全に夏空やん。<laughs> 本当に、あーのー、なんか、 ね、知らずに見てたら、お盆前ぐらいの感覚。ね、空は青々としてて <laughs>、日差しはもうきついし、という感じでね。はい、えー、昨日は夕立ちもなかったし、暑かったです。はい、皆さん、今週末どんなことしてお過ごしになるのでしょうか。えー、中谷さん、どうもおはようございます。一番乗り。今井さん。 今週末は秋月電子から部材が届けば客車の室内を取り付けとなりそうと。あ、家でお仕事でしょうか。<laughs> はい、えー、ね、大事ですね。赤堀さん、おはようさん。えー、っと、松尾さん、神戸は晴れ、今日も暑くなりそうです。秋は出雲へ、秋来るのかな ねもう秋来たと思ったらすぐ冬になっちゃうんでしょうかね。らというか冬が来るのかなっていう気がしちゃいますね。はい。なんかもう今年は異常に暑いです。山崎さんおはようございます。田淵さん、雨が降らなさすぎてピンチです。雨乞いしたいです。<laughs> ねそこまで。ねあの、本当雨がね、降ってほしい時に降らないですね。 そそうそう秋の味覚への影響もありますし、ね、あとは今はと喫緊で深刻なのはお米。ね、皆さん、お米足りてます、ね、なんかスーパーに買いに行っても売ってない棚が空っぽ <laughs> みたいな感じでね、なんかえ普段はねあ,のあんまりいい問い合わせがないようなところもですねお米ないですかっていう問い合わせがね集中してるらしいですね。 ほんと早く新米がね、安定して出てきてほしいです。千田さんおはようございます。伊藤さん、名古屋も夏です。夏ですよね。あの、残暑とかそういうレベルじゃなくって、もう国暑。あの、夏真っ盛りみたいな。そんなイメージで見ております。山中さんおはようございます。平方朝から蒸し暑いです。ね ね湿気だけはありますね。雨大して降らないのにね。うーん、どうせ湿気るんなら雨降ってね、あの、増やして、冷やしてほしいなと思います。こうさんおはようございます。晴れの大阪です。昼から近畿地方は雨の予報ですが、大阪は避けられるようですと。<laughs> なんでだよと。ね大阪も降ってくれよと。ねほん、 本当に、えー、いつまで経っても涼しくなりません。あ、高瀬さんどうもどうもおはようございます。伊佐山さんおはようございます。ゴミ出し終了。お疲れ様でございます。ねゴミ出しと痩れたりした時はショックですよね。たまにねあ、あの、私やらかすんですけど、なんか曜日の感覚が麻痺した時ですね。今日何曜日だっけみたいな。 まあ今ね、朝ライブは曜日ごとにやるようになったんで、それでも忘れますね。ちょっとあの、いつもその朝ライブやった後に、えっと、画像ね、動画をダウンロードして、YouTube にアップロードしたり、ポッドキャストにあ変換したりとか、やってるとついつい時間を忘れてね、じゃあ8時までにゴミ出さないといけないんですけれども、8時回ってね、慌てて出しに行くことあります。 さん、おはようございます。ならば、秋の空で晴れです。暑いですけど、あ、そうなんですね。ねえー、見た目だけでも秋になってほしいですね。<laughs> 気温は夏ですけど。山中さん、お米、サンディにたくさん出てますが、5キロ3000円するのであまり売れてないです。あ、そうなんですね。5キロだと、まあ2000円弱ぐらいですかね、感覚的に。 えー、まあ、安いお米だったら、ね。まあ、ちょっとブランド米だったら、まあ、2000円から3000円ぐらいっていうイメージでしょうかね。まあ、普通のお米が3000円だと、うん。<laughs> 欲しいけど、うん、うん、って感じですね。菅沼さんおはようございます。今週末は東京に行ってきますというのは、あの、都電の下見ですかね。はい、あの、よろしくお願いいたします。 ねやっぱりあのー、自分でこの目で見れないっていうのは、一末の不安はあるんですけれども、今回はね、実行委員会皆さんしっかりした方ばかりで、もうしっかりね、もう会議とかも準備して、えー、資料とかも用意してやっていただいている皆さんなので、まあそこは安心してお任せできるなという感じでございます。菅生さんもよろしくお願いいたします。 はい。ということで、今週末。まあ、今週末は3連休ですね。えー、っと、今回はえ、えっと、9月15日、16日。えー、いつだったっけ <laughs> ?14、15、16の3連休ですね。はい。えー、っと、今回は敬老の日か。で、次回が終分の日。 ね、一、えー、週間後もまた三連休がやってまいります。ということで、ね、三連休利用してどっか行こうという方も多いんじゃないでしょうかね。えー、っと、まあ、特に今週末、鉄道系のイベントってあんまり目星し、しいものを見つけられなかったんですが、まあ、身近なところでお話ししましょう。今週末はですね、こちら、見えるかな はい。関西ライン鉄道同好会さん、ね。我々鉄道模型で遊ぼう会と、ね、よくコラボさせていただいておりますが、えー、関西ライン鉄道同好会さんが上東区民センターで鉄道模型会プラレール会を開催予定です、ね。模型ファンの方、あるいは電車好きなお子さんがいらっしゃるという方はですね、ぜひ上等区民センターの方に行っていただくと、えー N ゲージ、鉄道模型の体験もできますし、プラレールで遊べるコーナーもあります。はい。えっ、ー、と、一応予約制になっておりますので、こちらインスタの方なんですけど、インスタグラムにね、こちらの記事出ておりますので、ぜひ、えー、ご覧いただいて予約いただけたらと思います。えっ、ー、と、開催日は土曜日はなくって、9月の15日の日曜日と16日の月曜日、2日間です。えー と、朝の10時から夕方の5時までというね、えー、丸まる1日楽しめるというね、ことになっております。で、上区民センターの4階大会議室というところでやりますので、ぜひぜひ見に行ってください。あ、溝口はですね、一応プラレールはですね、我々鉄道向けラスボー会のプラレールをお貸しするということで、14日に持って行って <laughs>、 で、16日引き取りに行くんですが、16日は朝から、あのー、まあ、プラレールコーナーのお手伝いでもしようかなと <laughs> 思ってるので、16日はジオ特民センターの方に私、溝口駅長おります。はい、用がなくてもぜひお越しください。<laughs> はい、ということで、えー、関西ラインさんの、えー、イベントのご紹介でした。あちなみに我々鉄道模型で遊ぼう会は、 えー、この翌週ですね。次回の3連休の、えー、っと22、23、ね。こちらも、えー、日月、祝日の月曜までということになりますが、HO ゲージ。ちょっと大きな鉄道模型の、えー、運転会をやる予定です。こちらは HO ゲージの持ち込み運転もできます。ね、なかなか HO を走らせるところないっていう話を聞きますけれども。 はい。もう気軽にね、あのー、不揃いな編成でも動くかどうかわからない車両でももう何でも結構です。ね、えー、ちょっと自宅じゃできないなという方はですね、茨城市の三島コミュニティセンターまで来ていただければ、えー、動かせるレイアウトあります。はい。そちらまた来週紹介したいと思いますが、ぜひお越しください。ポチ、ポチ。 はい。ということで、週末のお出かけ情報でした。えー、っと、じゃコメント見ておきましょうかね。花村さん、いつもありがとうございます。大阪東部は朝から晴れで暑いですか。今日も畑です。500cc の水筒では足りません。秋じゃがいもにマルチしました。鉄道の話でなくすみません。えー、マルチというのはどういう意味なんでしょう すみません。<laughs> 業界用語でしょうか <laughs> え。えっと、k o さん、土曜日はお休みですが、懐かしいメンバーのランチ会と、夜は名古屋に行って会議会食です。日祭日は出勤と、ああ、忙しいですね。はい、まあ、で,でも土曜日はいろいろとお楽しみあるようで、ね、えー、いろいろと <laughs> ね、ね、名古屋にお出かけですか。 はい、えー、ま、えー、お仕事をっとね、お、楽しみ、いい楽しんでいらしてください。今、けイさん、おはようございます。朝から晴れてますが、昼からは雨の予報ですと。えー、和歌山はそういう予報なんですかね。はい、まあ、降るならもうね、ざっと、もう暑さを長い、泣し尽くしてほしいなと思います。 小西さん、今週末こそはポイント獲得旅の下見、大息子と行きます。次回はメトロと軽阪です。お楽しみにと。えー、11月23日開催予定で、ロ、え、リ、ー、と、リ鉄旅行会のイベント、<laughs> ね、大阪メトロと軽阪のポイント獲得合戦旅というのをまたね、企画していただいております。毎回毎回ね、えー、あ、こんなところがあるのかと。 知らないところをね、えー、チェックポイントに設定していただいてるんで楽しみにしております。はい、えー、暑いですけれども頑張って <laughs>、下見よろしくお願いします。中堀さん、年金生活になれるにつれ、週末感が薄れてしまいました。というより、平日の空いている時に行くことが増えたかなと。あ、いいですね。まあ、確かにね、その、どうなんでしょう。 まあ会社勤めとかしているとね、まあ、そのリズムが、えーまあ、なくなりますよね。えー、土日だけが休みというわけではありませんので。まあでも本当に平日にね、平日を、まあ、フリーで使えるっていうのはすごい底はかとなく <laughs> 大きなメリットだと思います。はい。人が働いている時にね、空いているところに出かけられるというね。はい。ぜひそのメリットを生かした方がいいと思います。 新本さんおはようございます。松尾さん、今週末はウェスターポイント修行にもう一度挑戦してきます。忙しいですね。はい。えー、まあまあ、楽しみということで、えー、どれぐらいポイントを稼ぐんでしょうか。はい。えー、またね、えー、いい情報あったら教えてください。はい。ということで、えー、木曜日は今週末のお出かけ情報という話題でございました。 はい。明日は金曜日ですので、溝口駅長のフリートーク雑談の日でございます。何を話すかは、また考えます。はい。あーで、まあ、一応宣伝しておきましょうか。えっ、ー、とこ、今日も6時からスタンド FM で音声配信やります。今日は何話すか全く考えてませんが。はい。えー、イベントクラブに関連したお話何かね。 えー、したいなと思っておりますので、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。あとね、まあ、アプリをダウンロードしていただかないといけないんですけれども、コメントもね、スタンド F、M、の方につけていただけたら非常に嬉しいです。はい、あとはいいねね、いいねボタンもつけていただけるとありがたいです。はい、ということでした。 はい、えー、暑い日が続きます。まだまだね、えー、気が抜けませんけれども、夏バテなどなさらないように、なんかね、美味しいものを食べて、ね、スタミナつけて乗り切りましょう。それでは皆様、今日も良い一日を。